FIFA クラブワールドカップ2016は2016年12月8日から12月18日にかけて日本で開催された第13回目の FIFA クラブワールドカップである。日本での開催は通算8回目である。前回の2015年日本大会に続き、カンムリ協賛は中国の情報技術メーカー、アリババグループが就任し、当初前年に続きだよ。 アリババイオートプレゼンツフィファクラブワールドカップジャパン2016とする予定だったがその後協賛者のブランド名の変更に伴いアリババユーノスオートプレゼンツフィファクラブワールドカップジャパン2016に修正したカシマ・アントラーズがアジア初の決勝進出を決めた会場は2016年6月9日に発表された 私立スイタサッカースタジアムでの開催は初めてとなる。大会の日程が2016年7月15日に FIFA より発表された。組み合わせ抽選は9月21日にスイスチューリッヒの FIFA 本部で実施された。チーム1 v チーム2、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 チーム1チーム2、チームチーム2 チーム 1V、チーム2レアルマドリード V カシマアントラーズ、ありがとうございます。